王子を歩いてみましょう。八王子のお水を使っている人気の居酒屋を紹介しましょう。2014年にオープンした小川の魚です。その名の通り、使う魚は川魚だけ。今日はうなぎの串焼きにヤマメのお刺身を用意していただきました。おすすめのイワナの骨酒と一緒にどうぞ。お刺身は岩塩でいただきます。魚の甘みが、より一層感じられる塩で食べると美味しいです。ところで、川魚だけを使うというお店のコンセプト、その理由は？うちのオーナーの方が、養魚をやっておりまして、それで、その魚を生かしてどうにか皆さんに美味しい魚を提供できないかなっていうことで、こういうスタイルのお店を作りました。あんまり聞かないですよね、川魚だけっていう。そうですね、なかなか都内探してもないかなと思ってます。お水が命になりますんで、うちも水槽の方は井戸水を引いてやっております。なんでこの八王子のこの場所を選んだ？八王子の、お魚を使ってるというか、大型の方で養魚してますので、そういう関係もありまして八王子でやっております。あっちの養魚場も八王子にある？八王子の、そうですね、山の方にあります。八王子の綺麗なお水で育った川魚で一杯どうですか？